ディエゴコロン・イ・モニス・ペレストレイルは、第二代インディアス帝徳、第二代インディアス副王、第三代インディアス総督。クリストバル・コロンと妻フィリーパ・モニス・ペレストレイルの、長子であり、1479、1480年に、ポルトガルのポルトサント島で生まれたとも、1474年に、ポルトガルのリスボンで生まれたとも言われている。1526年2月23日、 ないし2月26日に、スペインのラプエブラデモンタルバンで死去した。ディエゴコロンは成人後の人生のほとんどを、父が探検の恩賞として与えられ1500年に、剥奪された、様々な称号や、特権の回復をするために費やした。アラゴン国王フェルナンド2世のいとこである、第2代、アルバ公爵ファドリケ・アルバレス・デトレドの名、マリア・デトレド・イロハスとの結婚は、 ディエゴがこの目的を追求する上で大いに役立つことになった。ディエゴコロンは父が最初の航海に出た1492年にスペイン宮廷の故障となった。ディエゴは母を早く亡くしたが、父、コロンブスの後添えとなった愛称、ベアトリス・エンリケス・デアラーナとはさかいのない関係を保った。ベアトリスが生んだイボテにエルナンドがいた。ディエゴコロンの邸宅、 エルアルカサルデコロン1509年、ディエゴコロンは、かつて父がその地位にあったインディアス総督に任じられた。ディエゴは、現在ドミニカ共和国の首都となっているサントドミンゴに、今も残る邸宅、エルアルカサルデコロンを建てた。ディエゴは、1511年5月にインディアス副王となり、1518年までその地位に留まった。総督、副王として、統治に当たった期間、 イスパニョーラ島を拠点に、キューバ、ジャマイカ、プエルトリコなど、他の島々への軍事遠征を積極的に展開した。その後もディエゴは、自らの権力を脅かそうとする者と戦い、回復されないままとなっていた父の様々な特権や、称号の回復を求めて戦い続けた。1515 15年と1523年には国王に、自らの主張を訴えたが、 要気を実現することはできなかった。ディエゴの死後、1536年に妥協が成立し、ディエゴの息子ルイス・コロンデ・トレドがインディアス・テイトに認じられ、他のすべての権利の要求を放棄する代わりに、年1万ダカットの永代収入、ジャマイカ島の領主としての支配権、当時、ベラグアと呼ばれていたパナマ地境における25リーグ、司法の領地とベラグア公爵の称号、 ハマイカ公爵の称号、ラ・ベガ公爵の称号を獲得した。ルイスの死後、新世界における、時代徴収権、役職、称号の継承は、ルイスの子孫たちの間で紛糾することになった。ディエゴ・コロンのツママリアデトレド・イ・ロハスは、1506年に、スペインで死去し、セビリアに収められていた義父、コロンブスの遺骸を、ディエゴ死去後の1542年に、 サントドミンゴに移送して改装した。マリアの父フェルナンド・アルバレス・デトレドは、初代、ビリョリア教で、その父は、初代アルバ公爵、ガルシア・アルバレス・デトレド、母は、ガルシアの最初の妻マリアデ・ロハスであった。ディエゴとマリアの間には、以下の子供たちが生まれた。ありがとうございます。